大坪砂を現場写真売ります。ろう小倉一郎。女は蛇屋の前にいた。玉虫色のネッカーをかぶり、ジャージのワンピースにすらりと細腰の流れる後ろ姿を見せて、ガラス窓を眺めている。これが問題の女に違いなかった。 蛍光灯の明るいショーウィンドウの中には、ヌメヌメした長虫が無数に冷たい肌を絡み合い、もつれ合い、そのままじっと身動きもせず、鎌首を歌げたどの頭にも、まぶたのない切れ長の目が二つずつ、執念深そうに底光りしていた。窓ガラスに映った女の顔は、 ネッカーをかぶった額に前髪をのぞかして薄緑色の眼鏡をかけ唇は真っ赤だった「女のお化粧ってやつはうまく人相を隠すようにできてら銀次はさりげなく横目に通り過ぎてからやがて曲がり角の建築場のところまで来ると歩調を緩めた」。その板塀に、 外国映画の広告ビラが「野獣しすべし」と色づりで大きく貼り付けてあった彼はそれに目を引かれた格好で立ち止まりそっと周囲に気を配った夜の渋谷駅付近はネオン街からあふれ出る男女アベック水管の往来が絶え間なく続いてことに ガード下の薄暗がりや広い T 字路の反対側は次々と自動車のヘッドライトが交錯しまるで見通しなんか聞きはしないそのどこかに彼を張り込んでる陰険な視線が潜んでいたってとても判断はつきそうもなかったチェッヘビアの前だけ照明好きと来てやがら シャレた背広に取りすましていても内心シルバーの銀次はイライラしてきた左手を上げて時計を見るオメガの夜行時計は11時5分前だった女はおとりかもしれないうっかりそばへ寄ったりすれば罠にかかりに行くようなものだ危ないな しかしあの女の景色は警察臭いとも見えなかったけど何者だろうともかくこのシルバーをゆすおってんだから相当な代物さまあそれだけに相手があの女の一人と決まってくれたら話は何とかつけられるんだがなこの際当たってみるよりほかすべはなさそうだそれでも銀次は 用心して五分待った。それから木の手袋の指先を帽子のひさしにかけてぐっと引き下げ気取った足取りですごみながら蛇屋の窓ガラスに近づいた女の脇に肩を並べて顔を映した売り物があるんだってねシルバーのささやき方は腹話術みたいに 唇を動かさなかった写真だわ女も表情を変えずそっけなく答えた写真ってどんな写真だいつまらねえエロもんならごめんこぶるぜふん <laughs> <laughs> とぼけるのね女は白い鼻の先でせせら笑った私が持ってるのはある男が あるお屋敷の窓から飛び降りてるとこそこをパチッとやったんだからね本人なら身に覚えがあるはずよどこかの町に渡してやれば喜んでご褒美をくれそうな現場写真だわ貧乏家だろう。シルバーも負けずにやり返した現像してみたら真っ黒家というやつで そんなイカサマを掴ませようってのは古い手だ。おあいにくさま。私は闇に目の利く女なんだよ。写真技術は優秀さ。お前が本当にお前が写したのか失礼だよ。お前だなんて。丁寧にあなたとおい,い。異例剣幕だな。ガラスの中でしばらく 男と女の影がにらみ合っていた気の強いメス子だがこの女の一人仕事と来たのはありがたいそんならどう口説いたってものにしてみせらほっと一息入れるとシルバーは自信を取り戻した彼のこわばった頬が緩んできて妙に皮肉っぽい微笑を浮かべながらまいった。 ぐの音も出ねえやところでその優秀な写真技術を拝ましてもらえるかしら本人だという証明がなければめったに見せてやらないよおや写真があるのに本人かどうか分からねえのかな帽子のひさしをあげるんだよ女は初めて男の顔をまともに見つめてから言ったなるほど シルバーとはよくつけたものねちょっとした銀流しだわだけど念には念を入れろってねさあ左手を出してごらんいきなり女に手を握られてシルバー慌てたどどうすんだ何さもう夏だというのに手袋なんかして腐ったらしいこれは紳士の身だしなみさそんな寝言おかしくって 失敗しなくてもいいよ指紋を取ろうとは言わないわ女は手袋を引き剥がし珍しいものを見るように銀次の手の甲や手のひらを返していたがさすがにね憎たらしいほど華奢な指先をしているよこれなら本人に間違いなしの金庫破りだわそう言うと女はルージュの隅でニッと笑いながら しかし色眼鏡の底には冷たい瞳が光っているようだった金庫破りの銀次は金庫破りと言われることも好かなかったしまた本名の銀次と呼ばれるのも嫌だった彼の得意は洗練された指先の感覚で金庫の情を探り ダイヤルを回していかに堅固な鋼鉄の扉でも開いてみせるそれだけの自信と技術と思っていただから同じ仲間内でもジミーとあざなされる大金手てこで鉄板の隙間を無理にこじ開ける連中なんか全く不器用な野蛮人だと思って軽蔑したこのほか ドリルを使って穴を開けそこにニトログリセリンを注入して爆破する方法なども彼の目には暴力以外に何者ですらなかったそんな奴らこそ金庫破りの強盗なんだと銀次は考えていたところが俺から見ると金庫は真相に育った鉄の少女だ。 その気高い箱入り娘をこの指先で撫でるように口説いてやるのさするとかすから手応えがあって滑るようにおぼこ娘の前が開くんだからなその時の気分といったら芸術家でないとわからないだろこれは感覚の問題なんでねともかく鉄の処女は口説くもんだ 葉っぱかけたりえぐったりするのは強盗野郎さエチケットなしもどが好きだこう芸術家気取り四季巻き取りの銀次にしてみるといくら指先の技術にしろ人の海中物を狙うスリーなどと同一視されたくなかった彼らは鋼鉄の方向を相手にする高級技師でありやつらは 誇りを浴びて走り回る職人に過ぎないそこには舶来品と和製ぐらいの開きがあるのだそれでいくら有名でも明治時代のスリの親分下手屋銀次と同じ名前で呼ばれたりすることはいかにも侮辱されたような気がして彼には許せなかった俺の名はシルバーというんだそれも 銀メッキのいかさまものとは物が違うぜ俺のシルバーは100%極印付きの銀目なんだ彼のおしゃれっ家は好んで舶来上等の帽子をかぶり3万円の背広を着てキッドの靴を光らせるのだったがこの中身はもっと正真正銘の高級品だとうぬぼれきっていた。 だから彼の前では誰にも金庫破りとか銀次とかは呼ばせなかった彼は鉄の書状を口説く伊達男略して口説きのシルバーという通り名で知られているのだった酒場パンドラの主人ノーズはいつも手袋をしたシルバーの華奢な手つきを眺めながら 「いかにも惜しそうにつぶやいた」「ねえシルバーその指先を貸してもらいたがってる連中が多いんだがどうだろうね儲けはむろん山分けにしてちょっと腕を助けてやったらやらおったおこたりしよう」「俺は少しばかり用心深いたちなんでね自分と自分の影より他信用しないのさ」 仕事はロンリーウルフと決めてるんだ。ギャングの手先になるくらいなら、パンパンでもくどか。何人かで組めば、それだけ証拠を残してくる率が増すんだもの。ごめん、小室や。他人のミスで警察の玄関をくぐるような真似をしなくったって、まだパンドラの払いには困らないのさ。でもさ、組の仕事は大きいぜ。 欲の顔を突っ張らしすぎるとしわがよら俺は色ごとしさ低層堅固な生娘を口説く時だけが生きがいなんでね仕事さえ面白ければ開いた跡が無一文の空ケ血でも俺の芸術的良心は満足してるんだ話にならねえそれほど骨折れゾンが好きだったら いっそのこと金庫屋に行って店中の箱を片っ端から口説いて回ると気が済むだろうに。金庫屋へこれは全く意外な思いつきだった。シルバーは不機嫌そうに眉を寄せ陣を一気に煽って外へ出たがその実彼の胸の中はひどく興奮していた。 よしシルバーの名誉にかけて日本一の金庫屋に建参してやろう。もし俺の手に余る箱が一つでもあるようなら銀座八丁を社長子立ちしてやるか!」。妙なことが動機になりその真夜中シルバーは有名な S 金庫店の闇に身を潜めていた。 そこに並んだ鉄の書状を大小となく順々にくどきながらさて額の汗を拭って振り返るとほのかな外交の差し込む店内に黒々と口を開けた金庫が無言のまま行列している景色は異様におぞけだつほどの感激だったすごいなとシルバーは 会心の笑みを浮かべた「これで俺の色ごとも日本一の折り紙好きだ記念になんか一品頂戴していこうか」「店の奥に作り付けの旧式な左右開きがあった」「雲なく開けいっぱい詰まっている書類の中から青写真らしいのを一束抜き取り 仕事の後は手早く片付けて「はいさようなら」と飛び出したビル街の上にはもう東の空が白んでいた自分の部屋に戻ったシルバーは早速無断持ち帰りの図面を調べてみたそれは老舗の S 金庫店が大正時代に特別の注文で設計した 隠し金庫の青写真だったなるほど陰徳あれば養法ありだただ働きだと思ってたのにお次は隠し娘に剣山とくら彼はその一束を枕の下に入れて熟睡したしかし青写真のうちで 関東の震災にも残り今度の戦火にも燃えなかった屋敷は麻布の高木町にある唐津家のレンガ造りだけだった鉄格子の門扉を透かしてみると古い砂利道の右手に金網を巡らした犬舎があって50キロもありそうなシェパードが耳を立て胸を張っていた。シルバーは 通用口を開け砂利道を進みながら彼を見据えて低くなるシェパードの前にポケットのビスケットを一つ投げ込んだ犬は猛然と彼に吠えた玄関では赤ら顔の女中が式台に現れて山出しらしい切り工場だったシルバーはいつものんで保険の勧誘を一石弁じた 旦那様はご旅行中ですご旅行、それはそれはでいつ頃お戻りになりましょうまだ45日お帰りになりません他にご家族の方は旦那様はお一人きりですそこに羊風の老人が骨張った顔を出して「保険かいらんいらん」らんとにべもなく手を振って これでもう大体の様子は見当がついた主人の留守に寝酒をやりそうな老羊と田舎育ちの女中他に豊島の雇い女が一人ぐらいいるにしろいずれも夜の十時となれば白川夜舟に違いないのだ眠りこけたが最後ゆすっても目を覚ますまい帰りの砂利道で ほうをうかがうとシェパードの前のビスケットはなくなっていたさすがにノーズの調合したビスケットは効能顕著だなどれだけ訓練された犬だってあの匂いを嗅いだら食わずにいられないんだからシェパード先生待ってなよ今夜は特別に催眠薬入りのやつをごちそうしてやら シルバーの経験から言ってもノーズの作ったビスケットの効き目は確かだったそして猛犬が庭を守っていると信じ込んでいる屋敷ほど忍びやすいところはないのだった夜は十日のハラミズキが杉の梢に傾いていた犬を眠らせ塀を越え 植木の間を抜けてシルバーは隠し金庫のある書斎の倉庫に近づくと英国風の鎧どもガラスども針金一本の動きで音もなくするりと室内に滑り込んだ正面に設計図通りの暖炉棚が見えその脇の鏡板が一枚巧妙な寄木細工で横に開いた 小型金庫鉄の処女の小さな顔は中央のダイヤルを傲慢な鼻筋のように光らしていたシルバーは体の震えを沈めながら深呼吸すると左手の指を柔らかく揉みほぐし処女の急所に軽く触った「カチッかち」。 金属ののの落ちる手応えがあって、鉄の処女は彼の前に口を開けた。ペンシルライトの光に照らし出されたのは30センチ手法の内容で中仕切りの上段に書類下段に帳簿が詰まっていたそして小さな引き出しの中に現金が帯風付きで無造作に入れてあった。 金属はなしか思ったより持参金の少ない娘だなでもまあ10万とまとまれば悪かなかろうシルバーにとってそれがどれだけ貴重品にしろ書類や帳簿は無意味だったそんなものを持ち出し後から恐喝やゆすりをしたって結果は決まって後手捨てにして 坂を食うのがオチなのがなだ安全第一これがシルバーのモットーである彼は10万の現金に満足して扉を閉めるとどこにも侵入の痕跡を残していないことを確かめまた足音もなく窓へ寄ったまず内側のガラス戸にボルトを刺しさっと窓から庭へ 飛び降りるその瞬間だったパッと発酵が闇にひらめきシルバーはつま先を踏み滑らして芝生に転げたそしてあとは何の分別もなく植え込みをくぐり塀を越え一目散に逃げ出していたしまったあれは拳銃の音じゃなかった。 フラッシュだ。写真のフラッシュを申し上がったんだ。ちっくしょう。俺は写真を写されちまったんだろうか。唐津の屋敷から遠く離れた路地口で、シルバーは我に帰り、地段だを踏みながら、急に足の下の地面が崩れ落ちていくようなめまいを感じて立ちすくんだ。 パンドラのノーズは相変わらず渋い綱つきでシルバーの前に陣を継いだ少し痩せたようだなどうかしたのかいうん腹を壊して寝込んでたシャバの方にも2日ばかりご無沙汰したが何かニュースはなかったかしらさっぱりねこの頃は札の手配写真なんか 回ってないだろうかさっぱりねそいつはわけが分からねえな何がみんな死刑を食らったニシンみたいに潜り込んでるのかってことさ分かったそんなことだろうよノーズの興奮には異常がなかった人生の裏街道犯罪関係のニュースなら 必ずパンドラに舞い込んでくる。このやりとりがノーズの商売だった。それなのにシルバーの恐れていた結果は現れていないらしい。写真は警察の手に渡らなかったのだろうか。そう考えて、ほっとしたような、やはりまだ割り切れないような気分も持ち扱い。シルバーは 3倍目のジンのグラスを取り上げたなぜかなあ写真が出ないところを見るとあれはきっとピンボケだったんだそうだそれに違いないはははその真っ黒けなうちそこないをがって俺は2日間も土さ回りしてたんだだらしがねえ。 ピンボケなら大丈夫他に証拠は残しちゃこないんだから大丈夫だ!」。どうやら腹の芯に力が入ったような元気を取り戻しシルバーは遠慮のない顔を上げて周囲を見回しただが彼の視線は壁の一点へ向かった時はっとそこに釘付けされたまま 旋律が走った現場写真売ります壁にピン止めされた紙切れには思いもかけない奇妙な文字が記されてあるのだったああれはシルバーは呼吸の弾むのも隠しきれずノーズに尋ねたあれは何の広告なんだ そうそう思い出したよ。ノーズはふと薄ら笑いを浮かべて答えた。今日の昼頃お前さんを訪ねてきた若い女がいたっけ俺を女が。色メガネをかけた洋装のべっぴんでね。その色メガネがどうしたのさ。入ってくると、 いきなりメモを貸しててくれと言ってね。それに鉛筆の走り書きで男の似顔絵描くと「この人来ますか?」とさそいつがシルバー「お前さんそっくり」よく漢字が出てたんだから「シルバーですか御用は何でしょう?」と聞いといたんだがその用件があの紙切れかい そうらしいね仕事の話の写真を持ってきてあげたのって言ってたからな頼んだ覚えがあるんだろうどこの女だいウブ <laughs> にも見えるし海鮮とも思えたし俺の目でも正体がはっきりつかめなかったけどそれでひどく白を切るね。 今夜の11時に東横前のヘビ屋のところに待ってると言ってたぞヘビ屋とは恐れ入ったまああんな女は口説きすぎない方が身のためだろう鉄の女じゃなくて鉄の心臓かもしれねえからさノーズの皮肉を聞き流しシルバーは反問そのものになった。 酒場を出たとうとう来やがっただが色眼鏡、ね、若い女おまけに俺の似顔絵まで描くとはそこがなんと謎をめいてるなしかし写真を売ろうというからには話になるはずだともかくシチュニの半分 ご万だけ用意していくか場合によったらシルバーの青白い眉間につと殺気が流れた蛇屋のガラス窓の前に男と女が正面切って退治していた うん、俺は金庫なんか破ったえはないんだから。おやまたとぼけるね。そんならカラスの隠し金庫から抜いたのは誰なの破ったものなら元通りにはオるまいぜ俺の仕事に開いたというチリッパほどの証拠でも残ってたかしら。それが自慢なのだけど金庫の中身が消えてその窓から 飛んでる写真があれば別に苦情も言わずちゃんとご用にしてくれるそうよ写真見せてくれはいこれよ女は黄色い手先の中から封筒を出してシルバーに渡したそこには背を丸め足を縮めた彼の姿勢がハエドリ写真の鮮やかさで 横側まで浮き出るように撮影されていたねえ、納得がいったら仲良くしようよ女は男の脇に身を寄せて鼻にかかった甘え声になりさあ、恋人みたいに肩を抱いてちょうだい本気かいこう誘われては悪い気もせずシルバーは女の背中に手を回すと 柔軟な肌の温かさが染みてきたこれならどんな相談してたって通行人は怪しみはしなかろうそうよそうしたままあなたの身体検査をしてあげるわはじきやドスを持っていたら付き合いがたいものねそうあっさり言って女の手がシルバーの胸から腹 腰からズボンを探り始める。それは何かしら微妙な指先が絡まりつき、男心をそそのかそうとするかのように。よさやい、持ってないよ。リンゴムクナイフ一本だって持ってこなかったよ。あんた見かけよりは割合しよらしいんだね。よし、今度はこっちで調べてやろう。シルバーの右手が、 しっかり女の肩を抱きしめながら左手を伸ばして前の辺りへ触ろうとしたくすぐったいよ急に女が身をくねらした時金の腕輪が滑り抜けて突然それはシルバーの手首にはめ込まれた何しやがる静かに欲しいこの手錠にはマムシの毒が仕込んであるんだよ私の握り方一つで 針が出るとそれっきり体中に毒が回るんだから脅す気かえそんならこっちだって辛い針りはおやめ人が見たらお,おかしいじゃないか仲良くおててをつないで話をつけるんだよこうした危険な関係の二人が宮増坂を青山の方へ登っていく後ろ姿はアベックを楽しんで手を 取りむつごとを語り合っている青年紳士とその恋人のように眺められるのだった「写真はいくらで売る気なんだあんまりなめたことは言ってもらいたくねえぜ」「あんたが取ってきたものに五をかけたらいいわ」「五をかける?」そうよ山分け五分五分そういえばわかるうん。 まああ仕方があるめえな承知しようかどこに隠してあるの変なところへ連れて行かれるんじゃやよ多分そうおいでなさると思ってちゃんと財布の中に入れてあら財布の中って5万円だ金庫に入れてあったのは10万だから冗談じゃないよ本音だ 嘘偽りなしの本音だぜ。現金なんか欲しけりゃそっくりくれてやるよ。私が言ってるのは宝石のことなんだよ。宝石そんなものは知らねえ。まだごまかすの。唐津といえば有名な宝石の奇襲家じゃないか。それを狙わずに何を取ろうってのさ。ふーん。そいつはどうだがな。 あの金庫には石っころのかけら一つ見当たらなかったんだが。他にどこへ隠しとくもんかね。おい、正直に拍手をしないと閉めるよ。いやい本当だ、本当なんだ。女は手錠をつまみながら長いことシルバーの表情を伺かがっていた。じゃあ、探しようが悪かったんだわ。 書類と帳簿だだけなんだ小さい箱の中だもの見落としようもなかろうに中仕切りの板は厚かったえあの銅板がそうよ隠し金庫の常識じゃないのそこに抜かりがあるなんてあんたほどの苦労とかねえ言われて シルバーは地獄に近い奮撃を覚えた確かに秘密の隠匿場所を準備するような男だったらさらに万一を予想して中仕切りの銅板を空洞に作りその隙間に最も貴重な物品を入れておくだろうに盲点だった冗談に書類下段に帳簿 それから引き出しの中へ現金で十万円こうすべてが事務用の仕掛けじゃまさかキラキラした宝石が潜んでいようなんて思いもよらねえやカラ津って野郎もくせ者だな今思えばあの銅板の厚さは尋常でなかったそれを女に指摘され初めてアホみたいに気がつくとは。 ねえシルバーねえ女の吐息がふんわりと優しく男の頬に触れて「私信用してあげるよあんたの言ったこと宝石はまだ金庫の中に残っているんだろうだったらこれからでも遅くはないわ家の者も,も誰もあんたの仕事に気づいてないんだし主人の唐津が帰ってくるのは明日だもの」。 間に合う。まだ間に合うと言うんだな今夜ならチャンスは二度来ないよ行こうしろば宝石のあるところを教えたのは私金庫を開けるのはあんた五分と五分よ私たち恋人同士のように仲良くできるんじゃないすり寄ってくる女の歯だから エメロードの香水がによっただけど今夜は何の用意もしてこなかったんだがあんたの指先はあんたの体についてるわ他に何がいるものかねあの屋敷のあんななら私に任せておいて大丈夫よ犬がいる獰猛なシェパードがアルファは私のお友達毎朝毎晩 絵をやって勝ってるんだもの。絵をすると、君はあの家の <laughs> やっと分かってきたらしいわね。あなたが保険屋に化けた顔って面白かったわ。取引に出たのが私だったのよ。あの赤面の山田氏女中があんまり軽く言わないでよ。 女のお化粧はきれいにするばかりが脳じゃないでしょう住み込みで宝石を狙ってたのかあたしこうと思ったら逃さないの女は十尾な誘惑をシルバーの手に絡ませたあの晩アルファーが眠ってるのおかしいと思って庭からあんたの仕事ぶりを見てたのよ 隠し金庫があるの知らなかったわこっちは宝石があるのを知らなかったし独り占めされちゃつまらないからねちょっと写真を撮っといたわ蛇の道を蛇あんたがどの辺りに出没するかぐらいの見当はついてるんでパンドロの主人に連絡しといたんだわ君のような玉屋がいるとは さすがのノーズもご存じなかったろう。私は人と組の仕事をしたことなんかないんだもの。そりゃあこっちの言うことシルバーは自分のセリフを取られたような気がして女を見た。一度だけ組もう。ね、シルバー。そうさな。女の美体から立ち上る狂気に包まれながら、 男は躊躇した。「今夜初めて会った女」「変装も自由自在なら蛇のような高チにたけた女」「電報口調で脅しにかかるかと思えばまた口なしのように甘く支えかけてくる女」「全く正体のつかみようのない女なのだった」「信用しろというんだね」 「私があんたを信用してあげると言ってるのよ」。女は一人うなずいてまたしなられかかった時金の手錠はつるりとシルバーの手首から抜けて女の腕に戻っていた「現場写真はフィルムごとあなたの内ポケットに入ってるわ」。ねえシルバー私は今まで。 流れ星みたいに孤独だったのよ。その私が自分から組もうと言い出すなんて、これあんたの名誉だと思っていいわ。きっとシルバーの仕事を見て妙に気を引かれたのかもしれないもの。一度きり今夜だけ。明日の朝、私はもう南の空へ飛んでるわ。飛行機でさあ、行こう 犬は私に慣れている。羊のじいさんも女中も催眠薬を飲ましてある。私たちは自分の家のようにまっすぐあの書斎へ行けるのよ。あなたの技術をもう一度明るいところで見てあげるわ。女は金の指輪の手を挙げてタクシーを止めた。高木町へ。 零時を過ぎた屋敷街の新陳たる静寂のうちに夜霧がほのじろく漂い始めていたそこの一角唐津邸のレンガ造りの奥で今二人の人間男と女とそして一頭の猛犬とが互いに警戒し合う隙のない姿勢を保っている書斎は 古めかしいシャンデリアの下に多くの家具が黒い影を落としていたシェパードのアルファは低いうなり声を漏らしながらそばに立つ女の身を守りその視線の先にかすかな金属のすれ合う音が室内を異様に緊張させているのだった。 ダイヤルを回すシルバーの指先に手応えがあってあとはハンドルをひねり扉を開くだけであるここで口説きのシルバーは振り返って女と犬とを見比べた女の緑色の眼鏡とアルファの赤い舌とが気に入らなかった その犬をしばらく椅子につないどいてもらおうか怖いの女の声には霊障が流れたそれと見て男の方にもここが勝負どころだ獲物を独占されてなるものかという反発が浮かんでくる俺は今まで論理うるウルフさ監視好きの仕事なんか好かないたちでね 監視じゃないわ感心しながら見惚れてるのよ。あんた芸術家みたい髪の毛が額に垂れてるのとても情熱的だわごまかすなよ俺は犬の話をしているんだ人を信用するとか何とか言っといて門をくぐるとすぐシェパードの用心棒とはゾッとするほどありがたすぎだ 悲願だわね心配しなくともアルファは不意に邪魔者が現れた時の護衛兵よそう甘く騙しながら箱が開いた途端にけしかけるのと違いますかシルバー女は鋭く言った私は仲間を裏切るような真似しないわ確かだろうねお嬢さんの <laughs> またふわりと怖悪的な身振りで甘え声に変わるとだけど少しばかり嘘ついたかもわかんないわえねえあの壁にかかっている油絵をごらんなさいあの人相をどう思う暖炉の上には金縁の額に収まって丸顔に目の細い 口の大きな五重男の肖像が吊り下がっていたあれが唐津だわえ何のことかシルバーがけげんそうに見上げた時突然耳をつんざく爆音が起こり肖像画の眉間に黒い穴が開いた女の手には白い煙を吐くピストルが握られているのだった や、やったシルバーは思わず叫んで立ちすくんだ。女はすごい異種だった。唐津は政界や財界の黒幕なのよ。陰謀の塊みたいなやつ。そんな現実主義のガリガリに美しいものなんかわかるはずないわ。宝石の話、あれ嘘だったの。 じゃあ何だって俺にその金庫残念だけど私の手に負えなかったでも中の書類は是非必要だったんだわ女の顔色は青白く口調は熱を帯びてきた眉間に穴の開いた肖像画を睨みながらあの男は戦争中 船に何倍も日本の女を売った下道だ看護婦という名で慰安婦に軍部という名で私服を肥やすためにそれから今度はまた日本を次の戦争に追い込もうとしている売国土その証拠は金庫の中にあるシルバー、開けてちょうだい金庫ならもう開いてるぜ シルバーは女の気迫に圧倒されハンドルをねじって鉄の扉を開いたこれで俺の雇われてきた御用も済んだってわけかさっぱりしては。い,いえまだ女は暖炉の方を指さしたそこにある紙束を一枚一枚燃やしてもらうわ。 これみんな大義士の借金証文や贈賄収賄の秘密書類をそれを脅迫の種にして日本の政治を弾劾へ突き落とそうとする大悪党!」。ピストルを構えた女は唐津の肖像画に有罪を宣告するような贈賄の言葉を吐きその険しい感情が男の胸にも応えてきた。 シルバーは反射的に書類を掴んで火をつける白い煙の中から赤い炎がチロチロと女の呪素のように燃え上がりその度に炎を凝視する女の色眼鏡を赤く染めていくとうとう灰になっちまった青い封筒がないわ シルバ中仕切りの板を割ってみてこの中にやっぱり青い封筒が隠してあるでしょうそれそれは私が持って帰る銅板の隙間から出た封筒を手にして女はまた唇の隅でニッとほほ笑んだ。 やれやれ、はい、とシルバーも緊張から解きほぐされたような疲労を感じていたこれで鉄の処女のおなかも空っぽか今夜の俺の脳みそみたいにな <laughs> 本当に空の金庫って寂しそうだわ代わりに何かきれいなものを入れてあげようね そう、いたずらっ子らしくつぶやきながら女はマンテルの上に飾った象牙細工の果物かごへ指先を伸ばしデリシャスを一つ取り上げると金庫の中央に置くのだった鋼鉄の宝庫の中に黄色いリンゴが一つそれはシルバーの目にも滑稽なほど 奇抜な思いつきなのだった「唐津が見たら喜ぶだろう」「さあ扉を閉めて帰りましょう」「もうこんな場所に用はないから」シルバーを促しアルファを呼んで女は外へ出た「門のくぐり戸で振り返ると夜霧の濃くなった庭の向こうに」 黒い屋敷の輪郭はもことしてそこで一夜の冒険が行われたと思えない沈黙の中に沈まっていたアルファさようなら女はシェパーズの首を愛撫してから男の前に向き直ったシルバーあなたの国際的な技術は覚えておくわね 一度きりの経験ってきっと何度も思い出すでしょうちょっと待ってくれシルバーは女と別れたくなかった今夜の俺はマイナスだっただが存外気持ちのいいマイナスだったぜどうかねまた用があったらパンドラのノーズのところへ知らせてくれたら それには答えず女は玉虫色のネッカーを取って男に投げたそして小走りに歩み去っていく「教えてくれねえ君の名は口説きのシルバーが手を差し伸べたギリのどこからか「上海リル」と澄んだ 女の驚証が漂ってきた。二日経った昼近く、シルバーはベッドに寝転がりながら長官を眺め、愕然として跳ね起きた。そこには、正解の黒幕、爆弾自殺と大事を大きく次のように示されてあった。 政界財界の裏面的存在として知られていた唐津氏は関西旅行から帰宅した昨夜密閉された書斎内で秘密金庫の書類を焼却し支流弾による謎の自殺を遂げた原因についてはあの時とシルバーは思うのだった あの女がいたずらっぽい手つきで金庫に入れたデリシャスあれが唐津を暗殺した爆弾のカモフラージュだったんだその黄色いリンゴの形を目の前に浮かべシルバーは口の中で「上海帰りの」。 リリルリルと繰り返しながらいつまでも動部類が止まらないのだった「シャガイガエリのリルリル」。 選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集文芸、ホラースリラー、ー、ススス、リササイコサスペンス人生に潜むミステリアスな空間の数々おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください。